こんばんは。こんばんは。アーテコーデです。はい、今日は出張。そうです。嬉しい。いいですね、この広々とした感じがね。いいですね。そしてなんか新しいこう匂いがするっていうか。そうですそうです。いいじゃないですか、もう。本当にね。嬉しいな。今度ずっとここからしますか。え、いいんですか。わかんないですけど。場所はですね、はいはい、新潟市の、もう駅から車で5分ぐらいですかね。まあそうね、で約5分、はい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 、ピアバンダイという。ピアバンダイ、はい、そうピアバンダイといえば、はい、山田さん、はい、あのデッキから似顔絵の場所を、そうです、このピアバンダイに移されましたね。その辺の話も後ほど。あ、後ほどね。あ、それ取っておくの、はい、取っておきます。わかりました。なぜかちょっと時間がありそうでないんです。ありそうじゃないの、はい、でもそのピアバンダイは、はい、まあ、ありますけれども、じゃあここはどこなのかっていう。あ、ここはピアテラスという。テラス、はい、20… いつだったっけ、27、 そう27にオープンした。あの、それくらい覚えましょうよ。嘘でしょ今。本当になんかのっけからなんだっけって。え、何が。いやいやいや、ね、ちょっと一瞬僕あの今後の放送立ち直れないぐらいの、何それ。いや、そんな軽くドンマイって言ってくださいよ。そうですか。いきなりドンマイってそう言ってくださいよ。いや、それよりも山田さんひどいこと言ってましたよさっき。何が。ひろいさん髪切ったねって言ってましたけど、はい、私も、過去2回アーデコーデやってます、あの髪の毛、この髪の毛でもう2回やってますよ。あ、そうですか。それもひどい話になっちゃいますからね。そうです、すいません本当に、はいはい、あ、ここ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 、はい、でね、あのすぐねこう、テラスとかね、窓からね、はい、こう信濃川がこうわーっとこう見えるわけですよね。え、信濃川でしたっけ。え、信濃川でしょ。そしてこう日本海がこう、日本海ありますか。そうありますけども。え、どういうこと、なんか間違った、私。あ、入江っぽくなってるという。あ、そこは後で詳しくは、ね、はい、私たちが間違ってることはもう、今日大丈夫かな俺たち。なんでなんでなんで、いつも通り、いつも通り、ね、はい、いつも通りでございますよ、はい、ええ、何何ですか。3月27日、はい、オープンしたばかりで、そこにお邪魔させてもらって、はいはい、ピアテラスから今日は配信させていただきます、はい、まあ、いつもの生配信でございますので、はい、何が飛び出すか分かりません。分かりません、はい、うん、なので皆さん、あの、いろいろ書き込みもしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今これはどこで配信してるんでしたっけ。はい、あのですね、前回までは、はい、アメーバフレッシュでしたけれども、はい、今日からは、うん、アベマ TV フレッシュ。違います。若干噛みませんでした今。いや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 、アベマ TV フレッシュ。はい、わかりました。で配信しておりますので、はい、またあの皆さん、何でしたっけ。ん、またかい。あの皆さんね、ぜひあのこのアプリをダウンロードしていただいて、はい、見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、早速タイトルコールに行きましょう。はい、はい、山田満、松井ひろえ、アーデコーデ。この番組は異色亭法政丸、美容室中山、守る建築株式会社、ナチュラルグラス工房、新潟で空撮といえばウィンプラス、なぜ欠席だろう。の協力でお送りいたします。この子に及んで。この子に、いや、いろいろね、人間ですから、うん、拍手がこう、ありがとうございます、ありがとうございます。初めてですね。あ、本当ですね。あの提供行った後に拍手が巻き起こるっていうのは。はい、はい、さすがピアバンダイ。違います、はい、はい、では参ります。はい、それでは今日のゲストはこの方です。うん、新潟市の異業種経済人によるバンド、越後屋音八さんです。それでは一曲披露していただきましょう。どうぞ。Just find a place to make yourself.
異業種経済人によるバンド越後屋音八さんです。それでは代表の佐藤さんこちらお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔しております。お邪魔しております。はい、オープンおめでとうございます。 ありがとうございます、はい、いよいよあのオープンということで早速、はいね、スタジオとして使わせていただいて、はいはいはい、本当ね、ここの運営者としては大変ありがたい、はい、収入が上がりますので、越後屋音八さんどうもありがとうございます。てめえ味噌だろうって話なんですけど、ね、いやでもねこう最近はなんかこう、まあ、親父バンドブームなんて言われてますけども、はいはい、そうですね、でも異業種経済人によるバンド、私もね、うん、皆さんのプロフィールを見させていただきましたら、はいはい、ほとんどなんか社長さんじゃないですか、うん、しかし異業種経済人ってすっげえ表現ですね。ねえ、なかなかないですよ。俺たち異常者異常者経営陣かもしれませんね。バンド結成はあえちょっと待ってこれおかしくない、だって皆さんバンドメンバーもう飲み食いですか。いやもう飲み始めちゃってるんですよ。そういうバンド、そうなんです。あのね、はいはい、もう6時半からね僕らほら練習するんですよ、はい、なんか発声練習行きますとかおっしゃってましたよね。そう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 、それから練習をして、はい、でその後にはちゃんとああやって、はい、ああやってもらう、飲んじゃう、ああやっちゃってもう、ああやっちゃって飲んじゃうわけですよ、ほらね。副社長帰っちゃうんですかもう。今日仕事でこれからちょっと商談に帰りましたから。そうですか、なんせほら異常者経済人の集まりですから。はい、じゃあそのトップに立たれてるのが一応あのバンマスということでですね、今からですね、はい、今から12年前に、はい、この結成をいたし、あ5年、はい、13年前でした。13年前、50歳になった時にですね、はい、竹内さんが、僕が50歳の時に、はい、あの結成したもんですからね、はい、今63なんで、まあ、なんでその50歳の時にそのバンドをやりたいっていうか、あのね、はい、実はその
バンドをやるつもりではなかったんですよ、うん、ただその、まあ、私と家内と、あの友達と3人でこう飲んでた時に、なんかこう新潟の夜っておしゃれしていって楽しむとこないよねっていう、うん、いう話になった、はい、おしゃれってね、あのいわゆるあの男性はタキシードです、からあの女性はカクテルドレス、ギャンギャンにつけまつげのピアスのはいはい、はい、ね、それからメニ、あ、ま、ミニキュアじゃない、マニキュア、マニキュアだの、ね、そういうのをしてですね、本当におしゃれをしてね、行って楽しむとこないよねって話、じゃあ一回やってみっかっていう、こういうことなんです。そういうことですか。うん、それでね、竹行きナイトっていうのをね某ホテルで、某ホテルで、某ホテルでやりました、はい、その第一回目、なんとなんと、はい、なんとなんと、みつるさんがおいでになりましてですね、そうなんですよ。それであの僕の後輩の江口っていうバカ野郎と一緒に二人で、ね、2人で、そう、飲みすぎてテーブルの上で踊りやがって誰が、この人僕です。え、山田さん、テーブルの上上がって踊ったんですか。テーブルの上で踊っちゃったりなんかしちゃったの、踊るの山田さん。いやいや、ちょっと盛り上がるなと思って、本当はね、こうおしゃれな、おしゃれな、おしゃれなパーティーだったんです。そうでしょ、はいはいはい、タクシーと来て行きました。そうそう、来ない。このハンチング号で行ったんですか。全然このまんまだよすいません、本当に。歩江口は、歩口はあの、ピンクのいつのトレードマーク、トレードマークのね、あれでもってなんだか知らないけど、お前ら場違いだろうって思うぐらいのひでえ格好で来やがって、テーブルの方で踊るわ、飲むわ、あ、そうですか、でもまあそれでいいんですけどね、まあそれであのただ単にね、そのまあカクテルだけ飲んであれしたらつまんないじゃん、じゃあ、そのことバンドやっちゃおうかと、いうことで、まあ後輩の皆さんに声かけて、ちょっとこういうことやるから、バンドやるからって、はい、で、はい、今の、あ、今のね、今の越後屋音八の原型が出来上がったんですね。実は今日は越後屋音八のですね、原型みたいなもんで、で、このその、13年間の歴史の中にですね、女性がですね、まあ、3人、はいはい、入れ替わり立ち替わりの形で、はい、入ったり出たり、まあ、基本的にはずっとキーボードをやってるですね、よしみさんっていうですね、はい、大変、佐藤よしみさん、ご存知ですか、はい、そうですね、あの方がずっとオリジナルメンバーでいらっしゃって、ちょっと今日体調を、ね、はい、崩されました。残念なんですね。残念なんですね。だってあのメンバーの写真の中には美しい女性がお二人いらっしゃいましたので、今日はさぞ華やかなステージかと。そうそう、華やかだろうと。すみませんね、野郎ばっかりでむさくるくしてね、申し訳ございません。いやいやいや、いや、とんでもございません、その分ほら、ひろめさんがクローズアップするじゃないですか。いやいやいや、また奥様がほらチェックされてましたよ、バンドのドラムがどうだとか厳しいですね、一番なかなかね厳しいんで。そうですね、リズムがハモってねえとか、もうね、音が外れてるとか、じゃ常に練習時には奥様もちゃんと、いやいや、もちろん小野陽子じゃありませんかね。ですよね。小野陽子だったら毎回来て、あ、だこう、あれがまだビートルズのね、分裂のね、はい、なんかきっかけを作ったっていうふうに、言われてますけど、それは定かじゃございませんけどね。じゃあ、まあ全員集まる時もあれば、まあ、今日のようにちょっと女性陣がちょっと体調を崩してっていう時もあるし、ね、はい、ということ で、そこはあまりこう厳しくされてないところですか。もうそれはしょうがないですからね、それぞれ社会人ですから。だからやっぱりね、全員が揃うっていうのはですね、まあ、月に基本的には2回ぐらい、練習、月に2回やるんです、それイコール、まあ、練習という名の飲み会ですか。まあそう言ってしまえば早いことでは、まあ練習、月飲む飲み会みたいな、月もんですからね、それ。そうですね、そういうことなんです。じゃあこの皆さんのこのね素晴らしいセット、そうそうそう、これはもう、もう全部自前ですよ。自前でこれ、あのね、大変なんですからね。僕ね、これなんでスマホを持ってるかっていうとですね、見てる方から、コメントが届くんですよ。あ、そうなんですか。でね、早速来ました、どんな方々がメンバーなんですか。そうですか、じゃあそろそろね、メンバー紹介を一人ずつちょっと呼びましょうかね。お願いします。だいたいさ、
あのね、一番リーダーの方が喋ってるのに、うん、早速食べてるっていう人たちですか。悪いだけどちょっとワイン1個持ってきてくれないかな。なんすいません、なんか私もなんか食べ物をお願いします。お願いしますよ。お願いしますよ、ね、中村さん。美味しそうな匂いばかりがここに来る。本当ですよ。誰も冷やしが長チョコはないんですからね。1時間半ですから、始まってからね、1時間半これずっと喋ってるわけですよね、はい、じゃあ、まあ、一番最初このワインを持ってきていただいたですね、はいはい、方を、はい、ご紹介したいと思いますけども、ご紹介というかですね、はい、一人ずつここに座らして、はい、じゃあ喋らしようか。その間僕はここ向こうで食べてますからね。あ、はい、じゃあ、 あのご紹介だけお願いして、はい、マイクを渡していただければ、まあ、はい、企業名とかそんな言っちゃっていいんだよね。お願いします。株式会社かやば、かやば、かやば和明代表取締役社長でございまして、はい、また出た社長。ですね、はい、担当はですね、うん、まあ、今、タンバリン、はい、まあ、打楽器、はい、それからベース、それからもちろんあの越後屋音橋のですね、最大の特徴は、はいはい、全員が歌を歌うというね。素晴らしいね。だからこうさっきも結構爽やかなハモが、あの、はい、お耳に残ったと思うんでございますけど、はいはい、この辺が我々の命としてるところでございましてですね、はい、はい、ということでじゃあ、はい、かやばさんにですね、はい、私はバトンタッチをして、はい、早速のどぐろを頂戴したいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございます。かやばさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞおかけください。おかけください。はい、かやば社長、よろしくお願いします。わがままなバンマスに変わって、はい、いや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 、よろしくお願いします。わがままなんですか。わがままなんてもんじゃないですよ。そうですか、はいはい、いやでもね、佐藤会長の今一声でというかやらないかっていうことで、はいはい、まあ、キム・ジョンイルか佐藤健かって感じなんです。危ない危ない。もう、でも皆さんが歌われるってことは、かやばさんもきっと昔はそういうふうにこうバンドをやったりとか歌われたりとか。そうですね、はい、よくあの高校卒業でき、大学を卒業できたと思います。あ、じゃあ大学も高校大学時代から音楽やってた。はいはいはい、どんな バンドとされてたんですか。やっぱり今やってるあの、イーグルスとか、はい、それからドゥービーブラザーズとか、ああいう西海岸 の、はい、あのバンドが多かったですね、はい、顔と違って爽やかに。いや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 、何にも言ってないです。何にも言ってないです。自分から自虐的に、ね、でも社会人になってからはどうだったんですか。それだけこう音楽にね費やした青春の日々、うん、社会人になりましたということで、まあ、今はね社長さんでいらっしゃいますけれども、うん、音楽をやる時間っていうものはやっぱりね、なぜかやっぱり音楽好きだと必ずどこかに付きまとってくるんですよ。付きまとってくる、ですから私も今の会社、まあ、いろいろ漂って3社目なんですけど、はい、そのどこでも必ず演奏してました、はい、あ、そうですか、はい、あとそれから、はい、スキー場のね、さよならパーティーとか、最初のクリスマスパーティーとか、その頃雪が降るじゃないですか、はいはい、その時に東京から、マイクロバスに楽器を積んで、わーっと行って、それで、下からその中腹 の、 あの路地に、楽器を運んで、どんちゃん騒ぎしてましたね、はい、そうですか。いつから社長になられたんですか。社長になっても20年ぐらいになります。はい、そうですか、20年ってことは40、何歳、42歳で社長で、まあ他にやる人いなかったんで、いや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 、あ、なんかメッセージ来てるみたいですよね。来てますか、また。でもどうですか、この異業種経済人によるバンド越後屋音八の魅力は、そうですね、今やっぱり親父バンド、すごいいろいろ盛んになってるじゃないですか、でも皆さんね、その人が集まるとか、あるいは共通の場所で練習するとか、すごい苦労してると思うんですよ。ところが我々すごいラッキーなのは、いつでも練習する場所がある。それいいよね、そういうの社長だもん。いやいや、あのというか、その社長の大社長が持っているお家の中で練習できるというのが一つ、まず今来てますよ、かやばさんはどんな会社を経営してらっしゃるんですか。はい、油屋です。え、油売ってるんですか。油売ってます、はい、それは僕でもできますわ、はい、違います、はい、はい、それで、はい、まあ、その、ちょっと詳しく申し上げます、油売ってます、はい、お前も悪よの、はい、そういう感じの油ですね、はい、ですから食用の油ではなくて、はいはい、石油系の油を売っております。はい、はい、そうですか、はい、順調な会社で、いや全然順調じゃないですね。いやいやいや、はい、いや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 
あの大変ですけどまだ会社残ってます。野さんでこんな長く続けてらっしゃるわけですからね。そうですそうです、あやかりたいなと思ってます。いや、あの皆さんね、なかなか、あの石油製品使わないようになってますしね、今世の中なんかそんな空気ですよね。はい、でもまた新しいこう事業的なものもやっぱりあれですか。そうですね、そういったものもやって、あの会社をあのバランスを取っていくということがやっぱ一つの使命だと思ってます。でも社長自らこんな風に音楽で楽しんでるっていう姿は社員はご存知、知ってます。そうですか、社長が音楽好きなのも知ってて、知ってます、であのバンド組んでるのも知ってて、じゃあ聞きに来るんですかやっぱりこう。多分聞かせたことはないですね。そうですか、はい、来るなって感じ。いや聞かせてくださいよ。いや、やっぱりここは、あの僕の、別次元の顔を出してる世界なので、そうなんだ。それとやっぱり会社と一緒だと困るじゃないですか。またそうですね、はい、また違うところでよくあの例えば、あのホテルのね、シェフが料理を作るじゃないですか、家帰って全く作らないっていう話を聞いたことないですか。全くやっぱり別人になるわけですよ。駄菓子屋のおばちゃんが子供嫌いだって話は聞いたことありますよ。あ、やっぱりそうですかね。そうなんですよ、はい、あのカクテル作る方もお酒飲めないっていうんですよね。あ、そっか、なんかまんじゅう屋の息子はなんかあんこ嫌いみたいな、そんな感じですかね。いや、まんじゅう屋の息子は糖尿病って話も聞きますけど。いやね、すごいですね。もうでもこういう楽しい社長がいらっしゃると、従業員の方も働きやすいんじゃないですかね。すいません、綾葉さん、なんか続いて美味しい、すげえの来たじゃん、来てますけども、このお料理を提供してくださった方をですね、続いてじゃあ、ご紹介いただきたいと思いますけども、いやいや、もういいです、ありがとうございました。せっかくですからね、ありがとうございます。こうあのなんか観客にですね、なんか街づくり新潟のいいとこも宣伝しろよみたいな。あ、そういうのがもう出たんですか。そうなんです。いやだから、じゃあぜひあの街づくりねえ、いろんなところでお話しされてますもんね。ありがとうございます。はい、街づくりといえばやはり矢番台。おかげさまです、6年目を迎えました。6年目、なんと、経営者らしいことをね、申し上げますとね、なんとなんと6年目、6年目迎えてるんですけども、最高120万人ですよ、年間120万人いったら、佐渡の倍ですからね。今佐渡観光が60万人ですから、佐渡をあれするわけではないんですけども、佐渡観光で年間60万、ピアバンダイは年間120万って倍のお客さんに、愛されてるという。でなんとなんとですね、お客さんの種類は違います。もちろん佐渡観光は観光客の方なんですけども、ピアバンダイはほとんどが地元の方が利用していただいてるんですね。でほとんどは、観光客はそんなに多くないんです。でも観光、今ね、映像の方も出ておりますけれども、そうですね、でもね、こう、観光よくバスとか止まってるじゃないですか。結構止まってるんです。そうでもないんですよ。そうですか、じゃあ本当にこう、市民の台所的な感じで、そうなんです、こう皆さんが使ってくださるところですね。これね、写真撮ってきたんですけど、新鮮なお魚もいいでしょ、ねこのピアバンダイのコンセプトっていうのはですね、新潟の食と花の情報を発信する基地だ、食と花そうなんです。新潟はね、食と花ということで、今どん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 売り出しをしてるんですけども、そういうコンセプトに習ってですね、我々はその新潟の食と花を発信する基地を作るんだということで、中小企業の親父どもが、でもなんか今のいい響きですね。基地っていいですね。子どもの時のあの基地の感覚みたいに、一緒、ね、それいい響きですね。乗る乗る、そういうの、知恵を絞ってみんなで考えて、それで最あの他の施設と違うのは、他の一つあの施設はディベロッパーとい要はそこを開発する専門の会社がいて、その人間が、その会社がこの施設を建てて、そこにテナントを入れていくという、こういう手法なんですけども、このピアバンダイというのは、キーテナントとディベロッパーを一緒にしたんです。要するにキーテナントが中小企業の親父のものです。でそれ魚屋さんありの、肉屋さんありの、八百屋さんありの、コーヒー屋さんへのお酒屋さんありの、でなぜか越後屋音八のメンバーの中に、なんとなんとですね、私を含めて3人もこの関係者がいるというですね。もうまだ味噌くそ一緒だろうですね。いやー、本当
うん、まあでもおかげさまでですね、はい、売上も、うん、十億も上げることができましてさ、本当に新潟市民の皆様、新潟県民の皆様、はい、そして全国の皆様、近隣県の皆さん、誠にありがとうございますということで、はい、まあそろそろですね、これ雪下人参、雪下人参といえばもう雪室、越後、はい、雪室屋ですよ。今出てきますよ、出てきますよ、来ましたね、越後雪室屋、はい、いろんなの仕掛けてるじゃないですか。 ありがとうございます。ホクホクでしょ、いろんなことがもう、ホクホクは単なる食いすぎで太ってるだけの話でございましてですね、はい、あ、そうですね、そうですね、一応ですね、ここの、まあ、はい、ピアバンダイの、まあ、核となるですね、お魚屋さん、はいはい、そして、うちの越後屋音八ではですね、はい、ドラムセクションとかリズムセクションをですね、はい、担当してもらってるんですね、はい、藤田博さんを、はいはい、皆さんにご紹介したいと思いますけども、はい、場所を移動したい、場所はそこですか、うん、そこの方がいいよ、そこで移動するんですか、はい、いいですか、海産物が並んでますからね、海産物が並んでるから、はい、そこに移動して、移動したい、じゃあ、そっち行くの、そっち行きたい、いい、いいよね、行きましょう、行きましょう、じゃあ魚屋に話を聞いてみましょうかね、移動移動移動、よろしくお願いします。ワインを、ワイン、あ、お尻向けちゃったんですね、ごめんなさいね、はい、ワインを片手にね、はい、じゃあ、じゃあ私はですね、はい、私から今度は魚屋にバトンタッチしたいと思います、はい、すみません、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、いやもう藤田社長よろしくお願いいたします。ピ、はい、まあ、アバンダイといえば一番最初にもうテレビの取材なんかでね、もうそうですよ、藤田さんの顔よく見ますけども、はい、はい、ね、新潟中央水産市場株式会社の代表取締役社長でいらっしゃいます、うん、この中にある鮮魚センターの社長、はい、あ、鮮魚センターの社長、はい、でもこのピアバンダイにももちろん関わってらっしゃるという、そうなんです、ね、これの設立の発起人の一人、ね、そうですね、はい、そしてこの私たちの目の前にある、このすいません、お菓子の缶みたいなね、これありますけど、これ今出てますけど、これ何が入ってるんですか。牡蠣ですね。牡蠣が、はい、この中に、はい、いつ食べ頃ですか。これが、はい、湯気が今 出てきましたね、はいはいはい、もうこれがもう1分か2分経ったら OK ですね、はい、あ、1分2分ね、はい、今蒸してる状態ですね。じゃあ、このじゃあここにですね、生牡蠣もこう置いてあるんですけども、今食べ頃ですね。今食べ頃ですか。マジで大きな、見てくださいさ、この大きな牡蠣、これ置いた方がいい、うわー、走りの岩牡蠣ですね。あ、すいませんね、もうちょっと重たかった、重たかった、いや、ちょっといいですか、大丈夫ですか、はい、じゃあこれ、じゃあ山田さん、はい、いただきましょう。めちゃかった、これも紹介してください。あ、もちろんもちろん、はい、牡蠣だけじゃなくて、ね、牡蠣だけじゃなくて、もちろん、はい、これが名物、はい、はい、これが名物のどぐろ、のどぐろでございます。これうまいんですよ ね大好きですよ。もうこれはどうして今日車で来たかなっていうね、本当にね、もういや、あとはこの施設にホテルがのどぐろどんどん食べて、車で、これがあればもうお酒、そりゃもう全然今日任せよ。山田さんどうします、私じゃあ牡蠣となんかこう、いっちゃって、え、いいんですか、どうぞ。え、じゃあやっぱりこうレモンをこう絞って、絞って、じゃあいきますよ、いいですか。まさか全部食べるわけじゃないよね。え、何が全部食べようとしてない、大丈夫。あ、全部、え、ダメなんですか。1個して、お世話ますから、あ、そう、お一人様1個です、ありがとうございます。でも、ね、全部食べたくなる、なりますよね。ちょっとかけていいですか、はい、じゃあすいません、じゃあこれはすいません、じゃあいただきますよ、もう、はい、すいませんね、まずは、はいはいはい、嬉しいな、はいはい、いいですか、これいいですか、はい、大丈夫です、もう、はい、大丈夫ですか、はい、これ美味しい取り方とかどこあるんですか、これは。もうこのままさっと取っていただいて、もうすぐ取れるんじゃないですかね、はい、もうすぐいきますよ、じゃあすいません、いやー、すげー、わー、うーわー、どうよ、すごくいいでしょう。おいしい、おいしい、もう一個いい、いや、いいよ、いいよ、いやいや、これはみんなにあげたいぐらい、本当に、ね、山田さんもどう、いかがですか、ほんこう、牡蠣のこう、なんだろう、甘さとツルンという感じが、もう最高に美味しい、いやでも見事な牡蠣ですね、そうです ねじゃあ、はい、これがピアバンダイに来れば、はい、この今はこの牡蠣が食べられる、はい、ということなんですね、店頭でどんどん
立ち食いをしていらっしゃる。立ち食いをするお客さんがね。ちなみにこれ1個いくらで食べられるんですか？大きさによっていろいろあるんですけれども、はい、400円から680円。すいません、いただきました。ね、立ち食いできるんだって牡蠣が。いやー、はい、どうぞ。もうようやく来たわ。はい、どうぞ。のどぐろいただきます。これじゃあ後でみんなで見せていただきますね。やんまん、この。もう塩加減といいね、もうね、油もね、これは立ち食いというわけにいかないんですけどもね。あ、そうですね。だいたいこの場所はですね、はいはい、公共空間ということで、うん、はい、どなたもがでも自由に入れるという、そういう仕掛けなんですね。はい、そうなんですね。はい、そこでちょっと調理カウンターがあるので、 あ、はい、あそこで牡蠣をですね、ちょっともうちょっとマイクを持って、はい、牡蠣を、皆さんにサービスしようと。あ、そうなんですか。牡蠣オイスターバーっていう、まあ、っていうね、牡蠣小屋になるかオイスターバーになるかちょっとわからないんですけど、はい、まあ、こんな料理をどんどん出していこう。開けますか、ひろゆさん。これは、はい、正式名称は何て言うんですか。牡蠣のガンガン焼き。ガンガン焼き。牡蠣のガンガン焼き、はい、じゃあそれではもう多分 2,3 分も経ちましたので、それでは開けさせて。気をつけてよ、火傷しないように。開きますか、開きますか、開きますか。よし、おい、開きますか。お、いった。あちゃ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 。おー、うわー、これは持っていいですか、大丈夫ですか。わ、おちょ、なんか牡蠣がね、まだね、見ますかね。うわー、これはこの生牡蠣がここの中に入って、はい、これは普通の お湯の なんか出てるものは、これなんだこの水分は、ちょっと水を入れてあるんです。あ、ちょっと水を入れた、はい、そうでないとカランカランになっちまいますんでね、はいはい、でこれはすいません、私今軍手してますけれども、はい、このままなんですか。このまま牡蠣を取ればいいですか。はいはい、取ってください。通ります。じゃあすいません、はい、私もういきますよ、ガンガンいきますよ、ガンガンやって、ガンガンいきますよ。じゃあこの中から、じゃあ一つすいません取らせていただきます。これでもそういう食べ方したことないですわ。はい、そしてこれを、これは今度どういうふうに開ければよろしいでしょうか。そのまま、そのまま開いていただいて、手で、手で、このまま、じゃあこのままいきますよ、はい、開きます。ピロ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 、はー、開きましたよ。じゃあこれは、そして開いたらレモンなりお醤油なり、はい、はい、じゃあレモンなりお醤油なり、じゃあ先ほどレモンだったので今度はお醤油を。これはですね、はい、そんなにいっぱいかけれちゃう。そうですよね、海 の、はい、あの海水の味が。え、じゃあこのままいっちゃっていいですか。じゃあこのまま、じゃあ私このままいきます。2つ目はまた別ですけど、はい、じゃあこのままいかせていただきますよ。これもオイスターバーで、ここら辺でですね、はい、ちょっとこの、はい、この辺、あ、このこの、はい、この柱をね、貝柱を、ね、貝柱をちょっとこう取って、はい、はい、そうそう、取りやすく、あ、そうそうそうですね、はい、はい、じゃあいきますよ、皆さんすいません、本日2個目のガンガン焼きをいただきたいと思います。プリプリプリ、うわ、それすげえでかプリ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 、熱くないか。わ、なんてのなんかすげえ嬉しい、これちょっと嬉しいわ、今衝撃映像だけどさ。ごめんよ、無理に食べて怪我なさんなかったね、本当に。やるんじゃないかと思ったわ。これカット、無理だってそれ。これ一口じゃいかないんですか、普通社長。どう食べるんですか。一口でいいんですけど、もう暑いから食べるね。暑いからね。すいません、こぼれてますのでお気をつけくださいませ。もうさ、もうごめん、すいませんね、こんなね、本当おばさんがこんなことやって。 あのね、何もつけなくていいですね。でしょ、うん、ね、この海水のこう、あ、なんでしょうね、甘みといいこの塩梅とかね、このしょっぱさというか、塩梅がね、すごくいい。レモンぐらいですよね、先生。それで十分ですね。熱いんだっていうのだけ分かりましたよ。いや本当に、じゃあこれをガンガン焼きをまた立ち食いのように食べることができるってことですか。これまで。ガンガン焼きはこうやって、はいはい、テーブルに位置して配置して。そうですか。それはそうですね。これ1人前おいくらなんでしょう。何個入って、はい、何人で食べてもいいんですけど。あ、はいはいはい、これ7個ぐらい入ってるかな、はい、8個ぐらい、はい、1キロ入ってるんですけども、これでこちらでは1500円で、そんなもんで食べられるんだ。でもね、先ほども佐藤会長がもうピュアバンダイね、まあ、本当に約、20万人はい、の方が、ね、来てくださったって話ですけれども、はい、また違う目線で、はい、街づくり
にぎわいの部分では西田社長どんなふうに考えてらっしゃるんですか、新潟の町づくりは。ここのね、一番のポイントはですね、はい、水辺なんですね。水辺、はいはいはい、新潟ではなかなか水辺に背中を向ける傾向があって、それはそうですよね、季節柄、はい、ひどい時には北西の風がひどいことになっちまってと、ここもその場所なんですね、はい、ですから、全天候型の、はい、この建物を作って、本当に水辺近くなんです、10メーターぐらいですね。そうですね、はい、あの世の中には水辺リングなんて言ってですね、はい、水辺の快適な環境 で、みんなで楽しもうと、はい、安らごうというような動きがあるわけですけれども、はい、新潟市内では少なくともこの施設がそれの一番先頭を行ってる施設じゃないかなと。あの信濃川の安らぎ亭なんていうね、はいはい、堤防も、これは商売をしていいことになりましたね、はい、そろそろなんですけども許可が下りているわけですけども、はいはいはい、そこでも、このようなあ施設が展開されるかもしれません、はい、なかなかでも難しさがあると思うんですね、年間のこの回転率を良くするためにはどうなの、はいはい、ここもそうなんですけれども、なんとかお客さんが集まるようにということでですね、はい、この牡蠣だとか、その他の貝だとかっていう、はい、ちょっと面白い商品を出して、ここでなければっていうものを出して、はい、わざわざここまで来ようと、探して来ようと、面倒くさいけど探して来ようというようなお客さんを集めて、話題のスポットにしていきたいなというふうに思ってるんですね。はい、またあのね、ウォーターシャトルに乗ってふるさと村に行くと、はい、またあるじゃないですか、社長のお持ちの、ねえ、はい、本当にこう水とともに、海と川とともに、はい、何かこう、うん、町のにぎわいがっていうところがね、ありますけどね。そうなっちゃったですね。はい、あのもともとあの青年会所っていうね、はい、40歳で定年になるんですけれども、あの若手が生意気なことを言ったりやったりしてるという、そういうあのクラブがありまして、そこに入ってですね、いろいろその町づくり系の活動をやらせていただいたっていうのが発端だったんですかね。でコンベンション都市なんていう言葉を覚えて、はい、これはどういうことかというと、新潟市にそのいろんなところから会議とか見本市とか、そういうものを目当てにお客さんに集まってもらって、これで経済波及効果を享受しようというような、そういう町になりたい、でそういう町になってきましたね。もうすぐ農業大臣サミットありますね、ですよね。これはですね、各国から大勢の方々が見えて、はい、それにつられていろんな方が集まる、関係者がそうですね、で、はい、エクスカージョンなんていうね、かっこいいことやるわけですよ、会議終わったら、はい、ちょっと楽しくその辺を、でいっぱいお金を落としていってくれて、新潟の商売する我々が、ね、ちょっと喜べる と、そういう街ですね。コメント来てますよ、はい、チャリティーコンサート見に行きましたよと、はい、ピアテラスも昨日覗きに行きました、ね、うん、あ、覗きに行きました、はい、ね、じゃ場所をまず分かってもらったらね、場所を分かっていただいて、ね、どんな風にこう使っていただきましょうこの場所、うん、あ、そうですね、とにかく自由にここで時間を過ごす、はい、このゾーンの中で買っていただいた食べ物やとか飲み物をここで自由に召し上がっていただく、はい、それから我々、適当な軽食を用意してありますので、はい、それも買っていただく、それから、港食堂とか、はい、お寿司屋さんとかありますので、はい、ここから出前をしてもらって、うん、ここで食事をしていただく、いいんですか、そのことしても、はい、できるわけです ね、ね、ここで私もなんかこう、なんだろう、昨日のこう仲間とね、うん、何かこうイベントもできないかなっていうふうに思うんですけども、ね、ここはあの借りることはできるんですか、スペースを、はい、できるんです。あ、そうですか、はい、あの時間いくらみたいな感じになってますけれども、時間いくら、また曜日によって違ったりもするんですけど、非常に格安になってるんです、はい、そこ見てください、それ、はい、そのビッグテーブルはですね、ビッグテーブル真ん中にあるテーブルは調理場になるんですね、調理場、調理場なんですか、はい、シンクがありましたね、流し、そう、シンクがですね、はい、5つあります、はい、これ2人ぐらいで共用しながらやると10人ぐらいが料理の練習ができる、講習会ができる、そうなんですね、まあ、いろんな面での食のセミナーができるということですか ね、あのすごく今はですね、もうビールにお酒に食べ物がずらっと並んでますけれども、はいはい、まあ、ここはあの料理教室としても使えるという場所だということですね、そういうことです、で料理教室もそうなんですけれども、はい、その他料理に関係ないセミナーでも会議でもどんどんやっていただきたい、はい、あ、そうですね、そして終わったら、はい、今日のように飲み物、食べ物をこう用意いたしますので、はい、楽しんでいただきたい、そうですね、そして夕方には夕日を楽しんでいただいて、はい、海辺、港のムード、はい、ロマンチックなムードを楽しんでいただく、ね、ストーリーがありますね、はい、藤田さん、はい、全部喋ると次の人ネタがなくなります最後じゃあピアバン、はい、ピアバンデートっていう言葉があるんです、
ピアバンデート？結構インテリな女性たちの間にね、インテリな女性、ちょっと待ってください、ピアバンデート、ピアバンダイでおデートし、はい、楽しくおデートをしましょう。あ、え、そんな言っちゃっていいんですか今、ちょっとほら、ピアバンダイ、ほらちょっと、ね、ちょっと皆さんね、ピアバンダイデート、そんなもうそんな言わないでください、私ちょっと行けなくなっちゃうじゃないですかっていう声も聞こえてきそうですけれどもなるほど、ね、でもそこにポツポツポツと愛を囁き合うようなカップルが、はい、そうなんですそうですか、そこでね、はい、テントの下でバーベキューができたり、それからそこでコーヒーが飲めたり、はい、で最終コースここで夕日を見ながら愛を語らうなんていいんじゃないかな、あとないもん、ちょっと待ってください、竹内さん、すいません、止まらないです、止まらないです、いやいや止まらないです、はいはいはい、じゃ交代しましょう、はい、次の方CM に、演奏に、あ、そうですね、CM ですか、CM、 じゃあ CM に行かせていただきたいと思いますので、ではあのすいません、あの佐藤会長、CM 振りをお願いします、はい、カメラに向かって CM、 CM、 はい、では、はい、お待たせいたしましたスタッフの皆様、 CM GO ありがとうございます、お腹すいたね、お腹すいた、ごっそだよひるさん、すごい、え、それ何、ウニ、え、じゃあ私山田さんのいくらもらっちゃおう、あ、夜だけではなくて、はい、昼間のランチも大人気の温泉丸さんです、はい、ぜひ皆さん、え、昼も夜も温泉丸さんにお越しください、見てください、もう食べよう食べよう、四季の変化を知り、自然の恵みを取り入れる高断熱省エネ住宅、心地よい空間、ぬくもりを感じる住まいづくりは守る建築にお任せください。なりました。そう、でも広江さん、みつるさん、ずいぶんね、はい、ありがとうございます。ね、はい、いただいております。こんな感じのあれアデコーデって、はい、なんか飲んで食べて、まあ飲め、運転だから飲めないけど、はい、ガンガン食べたアデコーデって初めてでしょ。いいですね。いいですね。本当にね。あ、まあ本当また来たくなるってこういうことですね。ね、本当そうですよね。はい、いや、それでもまあね、その前の魚屋さんずいぶん。ずっと喋ってましたね。喋るの好きなんですよ。そうですね。でほら、ずっとほら無言の行のドラムですからね。喋りたくて喋ってしょうがないの。他の人のことなんかお構いなしでしたね。全然関係ないですね。自分の店の宣伝しかしてない。
すいませんスポンサーの皆さん本当に受けるてなことで、じゃ あのもう一曲くらい皆様にお届けしようと思うんですけどね。一元音八はですね、まあ、基本的に1970年代ぐらいの前後の曲を、まあ年ですから最近の曲もやるんですよ、やるんですけども、まあ一番最初にお送りしたのが Take it easy というですね、The Eagles という The Eagles ですね、はい、いいですからね、いいですね、The ボインの場合そうですね、酔ってます、 Take it easy 多少ね、はい、はい、まあ Take it easy、 気楽にやろうぜって話でした、次お送りするのですね、ベンチュラハイウェイという曲です。ご存知ですか、知ってますよ、もうラジオでも、えよくラジオで曲でも流れる、リアルタイムで聴いてたなんてことはない、そうです、それはそうです、ね、いやラジオ、アメリカという曲が、はい、作りましてですね、まあ、一番あのヒットしたのが名前のない前、ホースなんですね、こういうイントロで、なんとアメリカという曲あのグループはですね、はい、2つのコードで曲を作ってしまって天才的なコンポーザーなんですよ、はい、ベンジュラハイもですね、実はほとんど2つのコードでしか、あの構成されていない、素晴らしい曲です、はい、これをお送りしたいと思います。
ゃう。いいですね。いいな。じゃあ、佐藤あの会長、はい、あとお二方メンバーちょっとご紹介させていただきたいんですけども、はい、はい。じゃあ、はい、キーボードを担当している南雲、はい、さんをご紹介します。じゃあどうぞ。南雲さん、はい、はい、こんばんは。はい、南雲さん、株式会社 BSN アイネット、はい、常務取締役でいらっしゃいます。南雲、はい、さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあマイクを持っていただいて、はい、今度僕たちと仕事をさせてもらっていいですか。ぜひよろしくお願いします。そんなことはないんですけど、でも BSN アイネットっていう会社は、はい、どんな会社なんですか。ざっくりじゃない。ざっくり言いますね。新潟で IT の仕事をしている会社でございまして、暮らしとか、はい、社会とかにお役に立つような、IT を使ったお仕事をさせていただいている会社でございます、はいはい。IT ね、イットですね。イットね、はい、誰かイットって言ってますもんね。そういうね、最近では IoT と言いまして、インターネットオブシングス、はい、この放送もインターネットでございますけれども、はい、インターネットを使ってあらゆるものがつながってくる世界、これが世の中にこれからどんどん普及してくると思いますので、はい、そういったところをですね、我々も、お仕事を通じて皆様の暮らしとか、はい、役に立てるかなというふうに思っております、はい、ね、これ全てうちのスタッフ私物なんですけど、はい、どうですか、これだけあれば何かお仕事できるんじゃないかと思うんですけども ね全部 IoT になりますね。あ、これ全部なるほど ねでもどうですか、このバンド何年ですか、名古屋さんは。はい、私も11、2年ですかね、11、2年、はい、そうですか、はい、どんなことがきっかけでというか、もうバンマスのお話の通り、はい、なんかやってみようかっていうところ で参加しようかというところから始まりました。そうですか、はい、元からじゃキーボードをされる。あまり習ったことがないキーボードなのですが、はい、キーボードいないからキーボードやれって言われたって感じですか。ていうか、それしかできるものはなかった、はい、みんなじゃしっかり揃ってたというか。そうですね、メンバーでやるのがもう決まってて、じゃああとは誰キーボードやるみたいな感じでしたか。はい、そうですね。あ、なるほど。世代的に言うと、うん、皆さん一緒ですか、うん、年齢的に言うと、うん、でも南雲さん、南雲さんが一番若く。ありがとうございます。いや、そんなことはないです。あ、そうなんですか。大体平均年齢に通ってるんですけど、私がそうですね、男の方で数えると下から2番目ぐらいですか。あ、そうですか、そうですか、はい、なんかすみません、僕が勝手に髪の毛の俳優ぐらいで判断してしまったっていう。あ、他の方とは上から映さないでいただきたい。いやそういうわけじゃないですけど、でもなんかね、50からスタートっていうのは異色じゃないですか、いわゆる。そうですね、ね、はい、いろいろと自分の人間的にも確立した人たちが集まるって割と難しかったりするのに、うまくいってるように。そうですね、まあ、なんかあんまないですよね、皆さん大人なんですね。ですから、その音楽っていうのは人を聴きながらやるのがバンド活動なので、その辺皆さん社会性豊かで、皆さんも大人でいらっしゃるので、失敗をみんながカバーすると。ああ、なるほど、はい、でもね、素敵なこうまた歌声というかハーモニーですけれども、ハモリ担当でもメインになることもあるんですか、南雲さんがこうメインで歌う時も。いろんなパターンがございまして。いろんなパターンが、はい、歌う時もあるし歌わない時もあります、あ、はい、そうなんですか、はい、お得意な曲は、これは俺に任せろって曲はどんな曲なんですか、南雲さん。そうですね、これ、いいのかな、言ってください。割と J-POP 系というんですか、ね、J-POP 系どう、というとどんな J-POP というか、はい、和製というか、はい、私好きなのサザンオールスターズを。ああ、はい、じゃあ一曲を。でも今日はですけども、メンバーいませんね。そうですね。いや、でも来ますよ、はい、月どれくらい練習するんですかっていう、はい、さっきね、月2回月2回です。月2回、はい、それは曜日とか今日月曜日とか決まってるんですか。なんか大体月曜日ですかね。大体月曜日、はい、なんか週の初めにこうバンドの練習やるってなんかいいことあります。もう体に染みついて、気持ちが新たになりますかね、はい、ありがとうございます、すいません、そう言っていただいて。やっぱりこう音がいいですかね、やっぱり音楽っていうのは、やっぱり人を結びつける力があるんだなというふうに思いますね。やっぱりお仕事で一緒なんですよ、その辺は。そうですね、もう仕事にもやっぱりいい効果が現れてるというふうに思いますね。ピアバンダイさんの何かお仕事で関わったりしてるんですか。ちょ
直接は関わってはいないんですけど、はい、ね、でもどうですか、南雲さんのこの街づくり、まあ、皆さんね、街づくりに関してはこうスペシャリストの方々のが集まってらっしゃいますけれども、うん、南雲さんはこの新潟の街づくりっていうものを、まあ、こんな風になるといいなとか。そうですね、うん、もっと私の持論なんですけど、はい、どうぞマイクを持ち近づけてお堀とかが復活してですね、はい、新潟のこうランドマークに人が集まるような仕組みを作っていけたらいいなと思います、外からのお客様も来て、地元の方も潤っていくみたいな、そんな、社会が築けると、新潟はもっと良くなるかなというふうに思いますけどね、はい、そうですね、はい、いや今度ぜひね、サザンオールスターズの曲も聴かせていただきたいなと思う、ね、南雲さんの、ね、歌声で聴、ね、きたいなと思います。みんなが揃った時にやるんです。揃った時にそうですか、はい、今日どうもありがとうございました。あ、はい、さあそしてはいはいはい、佐藤会長、はい、また登場しました。あ、登場しましたけれども、はい、メンバー紹介しなきゃいけないんで、そうですね、お願いします、はい、今のからキーボード、キーボードですね、担当俊介君っていうんですけどね、キーボード誰もいなかったからみたいな感じでしたよ。キーボードキーボードがもう一個いる、女性がね、ピアノ講師のね、そういらっしゃいますね。本当にもう大変です。来てますよ、来てますよ。佐藤会長もイケてますね。ありがとう。二宮さんかっこいいよ。二宮さんかっこいいよ。出たね、出たね。藤田会長もかっこいいよ。まだこれちょっとやらせっぽいコメント大丈夫ですかこれ。これ多分関係者でしょうね。関係者でしょう。事前になんかこの情報を知っていた関係者が、はい、多分ね。いやどう考えたってそうでしょう。そうですよね。だってあの人藤田会長じゃないから、あの人藤田社長だから。ごめんなさい、僕は今違います。そうそう、俺会長だけど。会長となられて、でもまあ他にもいろんな会社とか、まあ、あれじゃないですか。いや他の会社もありますけど、どんな割合でこういろいろ新潟県内とか、まあ本当に全国各地に巡られてると思いますけれども、はい、ねえ、大変ですよ。明日どこ行くんですか。明日は新潟ですね。来週東京ですね。来週東京、はい、そのスケジュール管理はもう全部自分ですよ。全部自分で、はい、そうですか。もちろん、ね、秘書いませんか。今手掛けてること何ですか。なんかマル秘の情報ないですか。マル秘の情報。マル秘の情報。今手掛けてるやつ。そうまだオープンにしてないようなやつ。まだあるんだよね。あるでしょ。あるんですよ。そこら辺ちょっと。あのね、実は、はい、雪室にね乳酸菌がね。乳酸菌がね。発見されちゃったんですよ。どういうこと雪室に乳酸菌。いやだから乳酸菌っていうのは。はい、あの温度帯がね、高くないと生きれないんですよ、ところが雪室っていうのは、はい、ずっと0度、湿度 100%、これ雪室コーヒー、その中で乳酸菌が発見された、これ特許なんです、でこれは新潟県が持っててそれでこの乳酸菌を利用していろいろこれから使えるで、はい、一番いいのは減塩に使えるんですよ。だからあの乳酸菌って酸っぱくなるわけですよ、漬物なんかね、でもそんなに酸っぱくならないんです。だから、お塩を少なくして乳酸菌でもってお漬物を作ることによって、男性でも食べやすい、ちょい酸っぱいちょい塩辛い漬物ができちゃうんじゃないかみたいな。そうなんですよ。私最近青汁飲んでる中にもね、乳酸菌入ってるのでそうでしょ。乳酸菌って嫌ですね。今いろんなところで注目されてるでしょ。そうなんですよ。それがまた雪室の中で発見しちゃった。そうなんです。これはもうがっちり、はい、がっちりびっくりポンヤみたいな、ね、皆さんこれがっちりですよ。がっちりですよ。雪室でがっちり楽しみにしてください。はい、だから、そうですね。お肌にも絶対いいと思うんで、いいですよ。ちょっとね、化粧品作ろうかなと思って。またもうどれだけもうあれするんですか、社長も。これはごめんなさいって。あなたがいっぱい聞いてるんですよ。これの話を。これの話を聞いとる。いっぱい聞いてるんですから。私そんな直接聞いてません
いよ。聞いてるってずっと。聞こえますか？聞こえてる聞こえてる。なんか巻きが入ってるようでございます。そろそろ次のメンバー紹介しろみたいな。わかりました。じゃあまた別の人にいろいろ答えて。はい、次のメンバーはですね、あのうちの越後屋音八の中で男性の中で一番若いメンバー。はい。男性の中で一番若いもんですから、ずっとこの越後屋音八が存在する限りずっとテコで使われる。せざるを得ない。後輩が入らないみたいな後輩ですね。そういうことなんです。だからまあ、出番も最後になってしまうというですね。まあ、なるほど。かわいそうな存在なんですけど、なんとなんとですね。なんとなんとこのピアバンダイの全部を仕切っている事務局長なんですね。はい、バンダイにぎわい創造株式会社、はい、事務局長でいらっしゃいます。事務局長でございましてですね、はい、彼に全部いろんな質問とかですね、はい、そういったものをしていただければ。そうですか、はい、わかりました。でまだ独身でございますので。ちょっと待って、そうなんですか。おいくつ、おいくつ。そうなんですよ。あ、いや、まあ年はね、越後屋太氏最年長誰だと思います。最年長でしょ。最年長はあの一番長く喋ったあの魚屋の親父でございまして、はい、彼がですね、はい、もうすぐ67になりますね。あ、そうですか。はい、で僕は63ですから。63歳、はい、押して知るべしですよ。押して知るべし、ね、加山さんが、はい、61でございまして、はいはい、総福さんが58になりましたね、はい、で稲雲さんが57ですかね。57歳、はい、だからまあ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 ですね。まあまあですよ。多分でもね、多分適当に僕言ってますよ、自分と自分の前後ぐらいの音は正確に覚えてるんですけど、その人は適当に言ってると思います。まあ、あのね、実はね、40過ぎたらね、男なんざはね、一緒、意外とね、そんなもんですよね。一緒、あとはね、立つか立たねえからだ。二宮さん、よろしくお願いします。奥さん、そろそろこれいいですか。てなことで、これ出してもらえないと。てなことで、じゃあ、あのうちのリードギター、リードギター&ボーカル、ボーカルご紹介します。二宮ひとし。はい、ひとしさん、お願いします。ひとしさん、いや本当にね、すいません、本当にお邪魔します。どうしましょう、いいね、先輩たちが全部喋ってしまいましたから。喋ってしまいましたけども、でも一番今日のですね、はい、まあ、核となる方と言ってもいいかと思いますね。はい、このピアバンダイをまとめて、うん、そしてああいうちょっとちょいワル親父たちをまとめ、いいいい、全然ちょいでもなんでもないですけどね。え、何ワルってことですか。ワルだと思いますよ。でもああいう、まあ、それ50過ぎ60代の方々が元気であるっていうことはどうですか、うん、いや、皆さん、二宮さんのおかげだと思いますよ。私なんかもう全然あれなんですけど、皆さん元気でもう先輩方についていくだけです、でもね、バンダイにぎわい創造株式会社事務局長でいらっしゃいますよ。はい、一応は、はい、会社できてもう6、7年なんですか。そうですね、もう6年なりますかね、はい、でもすみません、その前はどんなお仕事とかされてたんですか。その前はですね、はい、私カラオケの店長をやってました。カラオケの店長。そうなんですか。カラオケの店長がいきなりこうボーンとこの、ね、お前ここ任せるぞと。まあそんな感じですね。でも最初どうだったんですか、ここにこういう施設作るぞと、はい、まあ、藤田さんとかね、いろんな方々の声が上がって、でお前事務局長だというふうに言われた時に、どんなお気持ちだったんですか最初は。いや、なかなか大変なところに入ったなっていう気はしましたけど、やはりもう最初に皆さんもう経理事務所でもうシミュレーションみんなするんですよ、はい、数字やって次いくら売り上げあればやっていけるのっていうのをやりまして、はいはい、やっぱり途中無理じゃないかっていう話もあって、やめるかなんていう話も出たりして、ただ実際ね、やってみたら、はい、なんとかね皆さん支持いただいて、お客さんを多く、まあ、売り上げもその最初に予定してた以上の売り上げになりまして、はい、まあ、なんとかね、おかげさまでやってるっていう状況ですね。でまた今回ね、このように新しい施設がこうできたわけですけれども、このテラスは結構前からこういうのを作りたいねなんて話があったんですか。はいはい、やはり冬の風の関係上、うん、はい、ちょっとお店、はい、みんな向こう側の国道沿いの方に向いてるんですね。せっかくこの裏のところには、はい、こういった漁業関係のその水揚げ場ですよね、はいはい、せっかくいい景色があるんですけど、それを背にして、まあ、はい、ピアバンダイというお店はできてるんですけども、ここをなんとか生かしたいなっていうのはそのオープン当初から、はい、ずっとありまして、
まあ、当初はそのウッドデッキだけ作って、はい、そこで皆さんが軽くまあお酒飲んだりコーヒー飲んだり、はい、そういった場所を作ろうっていう話はあったんですけど、ただそれだけではやはりにぎわいの空間はできないだろうということで、もっといろんなことができる施設を作ろうっていう形で今回このピアテラスっていう形になったんですけども、二宮さんの出会いの場所にはならないんですか？出会いの場所にはなかなかならないから、そうですか。なんかさっき藤田社長なんかピアバンダイデートなんて、そうなんですよね、私も先日聞いたばっかりなんですけど、はい、あの事務局長的にはなかなかね、なかなかここでねデートってわけにはいかないかもしれませんけど、職場ですからね、はい、そうなんですでもね、彼女ができたらやっぱりここ出会いはねいくらでもありそうな気がするんですけど ねどうなんですか、そこはちょっと、いや好みのタイプは、好みのタイプ、はい、いやもうねこの年になると若ければ誰でも、そういうのがね野宮さん、え今おいくつですか？今年で54になります。あ見えないね、54歳じゃあ53歳でいいってことですか？今あいや年下だからやっぱ40代ぐらいか、あもっともっと若ければ若い方があちょっと結構そんなあ私あの立候補なんて方がいらっしゃればね、どんどんあの上げていただきたいと思いますけど、どうですか、こうそういう聞きますよ、事務局長ってどんなお仕事をしてるんですかという、総括、どんどん統括する、そうですね、はい、まあ単純な、なんでしょうかね、はい、まあ、まず、まあ、今日もそうなんですけど、毎週 それぞれのお店の売り上げを集計しまして、はい、したり、はい、あとは支払い関係ですとかお金の話ですか、帳簿とにらめっこですか？まあただ、はい、私その経理の方、はい、素人なもんですから、まあ、経理事務所に、はい、細かいことは経理事務所に頼んでるんですけども、まあ、大まかな、はい、それの元になるのを一応私が作ってるみたいな感じでしょうかね。あ、そうですね、はい、また来てますか？また来てますか？あ、で小山田さんが今度ね、ピアバンダイで、そうなんですね、うん、はい、ありがとうございます、あの、はい、新参者でございますが、よろしくお願いします。どういうご縁でこういうまたピアバンダイでってなったんですか？佐藤武之さんの縁です。あ、そういうご縁で、はい、じゃあうちで、まあ、とかピアバンダイでやらないかっていうね、そう、もうそれも含めてね、あの、はい、2年連続あの24時間チャリティーイベントもさせていただいてて、まあちょっと縁があってっていうことなんですけど、はい、ねえ、はい、じゃあ新たにこうテントとかタープみたいなの買ったんですね、山田さんね。ですね、今度ね、今あの、なんだ、外壁っていうんですか、うん、カバーがあるんですよ、外に、はいはいはい、あれがね、うん、もう撤去されると。そうなんですね、撤去されるの？一応冬場の間ちょっと風を避けるために横幕を張ってたんですけども、これがあの実は13日に一応撤去しまして、うん、この場所です。それで元開放感は出てきますので、そうですか、はい、それができると今度バーベキューが始まるっていう形ですね。バーベキューやれるんですよ。でバーベキューの匂いを嗅ぎながら僕は似顔絵を描くという。そうか。てか皆さんバーベキュー食べに来てくださいって。そうですね。はい。ね、見たいです。バーベキューは海産だけじゃなくて、やっぱりまあお肉もあったり野菜もあったりってことで、はい、もう全部ここで手に入るものばかり。そうなんです。そうなんです。僕はね、皆さん誰も言わないんですけど、なぜピアバンダイが流行ってるかっていうと、はい、昼酒してるからですよ。あ、昼酒。昼酒。あ、みんなもう昼から飲んでる。で、あの僕ね、昼酒普及委員会で作ろうと思うんですけど。ああ、そうね、おっしゃってましたよね。はい、あの、新潟市が活性化するには昼酒だなと思って。だってさ、もう、あの、例えば県外から新潟に来るっていうと、新潟って言ったらもう日本酒じゃないですか。お酒飲みたいって言ってんだけど。古町ね、お昼に空いてるお店ないんですよ、そうですね、飲めるところが。確かにそうですね。そうなんですよ、はい、ところがピアバンダイに行くと買い物ができる、うん、お酒も売ってる、うん、食べられる、うん、そりゃそうだっていう、ね、まさにそれを、そのスタイルをやってるところが、はい、人気の秘密なんじゃないかと、うん、そうですね、うん、ね、駅から近いですからね。そうですね、ま、ここになんかこうバスとかどうなんですか？一応あの循環バス、観光の循環バスが一応止まるんですね。ただあの1時間1本ぐらいしかないもんですから。でもね、そうやって来てくれて、また1時間とか、ね、2時間とかこう、ね、はい、ゆっくりやっても、ね、楽しんでもらって、でまたそれでバスで、ね、またどっか回るっていうのも、ね、そうですね、またいいですし、循環してもらってね、そうそう、はい、そんな頻繁に来ると、はい、時間気にしちゃうじゃん乗り過ごしちゃうと大変かもしれないけど、うんうんうん、いやだってこれだけの施設があるわけですから、ゆっくり飲んで食べて、うん、そうそうそう、天気良ければ寝転がって、いいじゃないですかね。もっと余裕があったら似顔絵描いて、でそうですね、もう、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思いますけど、はい、さあ今後のピアバンダイです。
です、はいはい、テラスもできましたけれども、はい、まだまだやれそうなことがあるんじゃないかなと思いますが、どんなことをお考えでいらっしゃいますか。いやとりあえず今ここのテラスの運営がうまくいくかどうかが今心配で、そうですか、はい、あのちなみにこれは時間でどれくらいでお値段はおいくらなんですかね、はい、ですね、はい、一応あのこの空いてる時間がですね、はい、朝の9時から夜の9時まで、はい、今日延長料金かかりますね、すいません、はい、それで自由に入れるんですけども、はい、その中で、はい、朝あ午前午後夜っていう感じで4時間ずつに区切って、一応ここ全部借りた場合平日で1万円あその時間帯で、その午前、はい、午後、まあ、昼っていう夜っていう4時間借りて1万円です、1万円です、ここ全部全部、ここ全部、あと半分貸しっていうのもありまして、半分だと5000円、いいんですか、そこでちょっと物の販売とかしても大丈夫なんですか。ただね、物の販売になるとまたちょっと違ってくるんですけどもね。そうだったらなんかどうしようもなくなりますもんね。まあ、そうですね。じゃあここでじゃあ飲食する場合はどっかから、その買ってきてここで食べる分には無料です。無料。無料です。まあ貸し切りで何かそういうセミナーですとか、あのパーティーとかそういったのをやる場合にちょっとその4時間ごとに。やるってことなんですね、もういいと思いますよ ね、 ね、 そ、 ういうね、そうですね、はい、でああいうふうにカウンターもあそこは使ってもいいんですか。はい、あの調理実習とかそういった形でやってもいいです、はいはい、あすごいいろいろ使えそう、うん、私もあのママ友に宣伝する、ぜひぜひお願いします、ね、ちょっといいとこあるわよみたいな、そうそうそう、今度ここ使ってかんかしないみたいなね、いいですよね、ね、ね、いろんなことに使っていただければと思いますので、はいはい、そうですね、はい、分かりました。でこれだけ広かったら子供こあのテーブルとかも移動してもいいんですか。あそれはあの貸し切りにした場合はいいんですね、大丈夫です、はい、分かりました、はいはい、ありがとうございます。はい、さあ、それではですね、二宮さん今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。すいません、なんかね、やっぱり一番落ち着いて冷静でいらっしゃる感じが、だってね最後ちゃんとねピアバンダイの、はい、まあ、紹介含め言ってくださいましたから、はい、だって後のメンバーはって悪いですけども飲んで何言い出すか危険ですもん、さっきの会長の話じゃないですけどでもね、みんないい人たちでお願いするといいよって言ってくれるんですよ。まあ、ダメって言わない方々ね。そうですよ、わかります。だからでもいいよって言って言ってくれた社長会長のいいよをまとめるのが二宮さんですからね。そうなんですよ、だから言葉があるんですけど、いいよ二宮に言っとくねっていう話なんです。あ、なるほどね、これが一つの言葉になってますから。それが一つがね、もうね、わかりました。私も何かいや、いいよ二宮に言っとくって言われればいいですね。わかりました。引き受けちゃう、はい、じゃあ何とかします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それでは佐藤会長、じゃあ最後締めていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。締めですか。締めですよ、はい、じゃあ皆さん中締め一本締めでとかでまだマジ、まあ、そんななの、もう終わりなの。それではございますか。そうですよね。ちょっといいですか。ちょっといいですか。はい、あの、はい、竹之さんは何者なのかっていうことも全く喋らずに、皆さんもどういう方なのかっていうのも喋らずに、ピアバンデーの話ばっかりになっちゃったんで、でも竹之さんとは僕はあのその最初の、そうですね、一番出会いは50歳の僕の誕生日の竹之ナイトに、はい、あのおしゃれをしてる中で、はい、踊ってたね。そう、江口あゆむというバカ野郎と一緒に、あの大丈夫です、会長抑えました。それでテーブルの上で踊り上がってみたいな。その後ですね、はい、あの、はい、丸取りという番組 で、はい、そうなんです。あ、丸取りね、はい、いいんですか、あの丸取り言っちゃって。なんでいいですよ、全然、はい、いや全然いいな、うん、そうですか。でそこでね、またあの再開したんですけど、そうなんですよ、またね、その説どうもすいませんでしたって言って、ありがとうございましたみたいな。長い付き合いにさせていただいて、ずっと長い付き合いで本当に、まあね、あれから何、十数年かそんな気がしますけどね。いや、まあ、間違いなく50歳ですから13年の、お付き合いをさせていただいてるんですね。だからね、あの、はい、男として、ちょっともう尊敬というか憧れる、はい、こういう方になりたいなっていう存在です。やめたほうがいいよ。本当ですよ。やべえぞ。やばいですわ。私もそれがいい。その香りがプンプン。
プンしますもん、ね、最近ね、俺ね、あのやっぱり高田純次か俺みたいな感じでさあ、いいですね、ちょい悪エロ親父を目指そうかなと思ってんだよね。でもちょっとそれはいいですか。でもさ奥さんいいですかこれもう。でもなんかこういう竹内さんだからこそ男が男にもう惹かれてっていうメンバーだと思いますよ、ね、どうかわかりませんよ、まあ、ただみんな音楽が好きでね、本当にやっぱりこう人生の中でやっぱり楽しみを持った方がいい、どんなささやかなことでも楽しみを持った方がいいと思うんですよ、ささやかなことでも、ささやかなことでもね、だからまあこれからどん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 長寿社会に入ってくるんで、やっぱりその何か趣味を持つ、だからずっと仕事をしてた人でもとにかく立ち止まって、なんか自分がやりたかったな、青春時代にこんなことをやりたかったなっていうことを思い出して一から始めりゃいいの、上手なんて関係ないし、うまくならなくたっていいんだよ。どうですか、もっとはっきり言いますけど、まだやっぱりモテたいっていう気持ちの方が、そりゃそうだよ、死ぬまでよ。うちのかみさんはね、死ぬ灰になるまで女よって言うから。なるほど、じゃあ男だってと。すごいよね、俺も死ぬまで男だって。大事にしてね、大事にしてね。はい、あのね、お宅にもお邪魔させてもらったことあるんですよ。そう。ただね、男性が入ってるの2人しかいない。そう。うちの我が家はですね、基本的には男子禁制なんですよ。もう女性だけなんですよ。で、ひろえさんいつでもどうぞ。本当に？よくさん行っていいですか？オッケーみたいな。オッケーみたいな。そうなんですよ。女性がね、家によく来る。だからね、男が来たのはね、みつるさんとね、あと誰だっけな、あと1人ぐらいだよ。そうですか。じゃあ私、じゃあ。どうぞ、いつでもよろしくお願いいたします。じゃあそれでは似顔絵をよろしくお願いいたします。似顔絵いきますか。はい、お願いします。出しますか。なんかね、長い付き合いでね、一度もね、金払って似顔絵描いてもらってじゃあ俺もひどい男だよね、考えてみればね。いやいやいや、だってもう、だってパーティーでさ、テーブルの上で踊るような人ですから、いいですよ。そうだよね。そうですよ、もうただですよ、いいです、お金払うだけでも。いや本当にありがとうございます。すみません、お待たせしました。はい、そうですか。本当長い付き合いなんですけど、贈呈式で、ありがとうございます。こう渡しますんで、はい、バーッと見て、バーッと見て、にっとこういう、どうですか。うん、似てねえな。なんだそれ。俺もっといい男だよ。出た、まさかのドン来て。はい、それではですね、親父じゃねえか。はい、越後屋音八さん、本日のゲスト、最後にもう一曲、はいはい、気分を取り直してお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、次回はですね、アーデコーデ4月18日月曜日になります。来週ですね、来週のゲストでございますけれども、はい、マンダムズをですね、 お迎えいたしまして、アーデコーデを行いますので、皆さんどうぞお楽しみに。さあ、それでは山田さん、はい、ですね、ここで今日はですね、はい、ダンサーズマンダムダンサーズが控えておりますので、ダンサーズちょっと映してくれます。あ、ダンサーズね、はい、ダンサーズもうパンパン、パパはもう30年ぐらいスタイル変わりませんよね。もう僕のコンサート、僕らのコンサートでの本当に毎回毎回、参加していただいて、そしてですね、一緒にね、踊りましょう。踊ってくれてるこの方、はい、新潟の内田裕也かと思いましたけど ね、はい、であんまりアップテンポじゃないんですけども、はい、踊ってくれるかな、はい、いいと思って言ってくれる、いいと思う。はい、じゃあそれでは、はい、じゃあザ・ウェイトというね、ザ・バンドの曲をしたいと思いますね。はい、だいぶ人数が減ってきました。さっきから変わんねえか。いきます、ウェイトです。Just crying and shook my head. No, was all he said.
When I look above bridge to high, when it's so calm and on, they will walk inside by side. I say, hey, come in, come on, let's go downtown. I say, I gotta go, but my dream, think of a boy, and Anna Reed. Say to me a favor, son, won't you take it? Anna Reed Company. Take a load off Benny. Take a load off Reed. Take a load off Benny. Hey, 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 put your load around. Follow me, and it got me in the fall. Said I'll wait you up and take Jack my toe. I said I'm in you with a chest up, and I'm a piece of man. If that's okay, boy, won't you take me for me can take a lot of いちごや音橋さんでした、本日はゲストの皆さん、そして観客の皆さん、どうもありがとうございました。したこの番組は異色亭法政丸、美容室中山、守る建築株式会社、ナチュラルグラス工房、新潟で空撮といえばウィンプラスの協力でお送りいたしました。ぜひ皆さん、これから季節が良くなります。ぜひピアバンダイもお越しください。はい、はい、ではまた来週、さようなら。さようなら。
自信